クリスマスパーティーや年越しのお祝いに、みんなで楽しく作りませんか？火を使わないからとっても安心、もちかなっぺをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず餅はオーブントースターなどで焼きます。材料 A のからし明太子は卵膜を除いてほぐします。クリームチーズを加えて混ぜましょう。材料 B のツナは汁気を切り、残りの材料 B と混ぜ合わせます。材料 C と材料 D もそれぞれ混ぜ合わせておきます。餅にお好みの具材をディップしていただきましょう。いろんな味をディップする楽しさがお子様にもきっと喜ばれますよ。ぜひお試しください。